立憲民主党の徳永でございます。参議院選挙18日間長いなと思ってましたけど、中止指令になりました。残すところ今日と明日、あと2日となりました。皆さんご案内のように北海道は激戦区です。こんなに厳しい選挙、私も経験したことがありません。会見参議席1つは自民党の候補がもう抜けたということでありますので、あと2つの議席を3人で競うという横一線の戦いとなっております。マスコミの調査を見てみますと、いろいろですけれども、私3番手4番手を行ったり来たりしているという状況で、当落の防弾線上で戦っているという状況でございますので、どうか皆様にはもう1回国会で当たる機会を与えていただきますならば、私を応援をしていただいて最後までご支援の輪を広げていただきたいということを心からお願いを申し上げたいと思います。今回ばかりは本当に今の国会を私は大変に心配をいたしております。一強、野党も一枚岩ではない。そして今回の参議院選挙で維新が議席を増やしそうだ、野党第一党を維新に取られたら具体的なことになると思いますよ、本当に。ですから、もう何としてでも国会に帰ってですね、厳しい国会になると思いますけれども、私たち立憲民主党は国民の立場、働く皆さんの立場、あるいは地方の声の代弁者として、今こそこれから立憲民主党でしっかりと心を一つに頑張っていかなければいけない、今度こそ良い後にならなければいけない、その思いを持っておりますので、ぜひとも皆さんにもう一度国会に押し上げていただいて、しっかりと働くその機会をお渡いただきますように、まずはお願い申し上げたいと思います。まあ、そして川田雄平参議院議員からもお話がございましたけれども、今回の参議院選挙、やっぱり私は今日と言いますと、物価高、もう物価高、ここをしっかりとですね、国民の暮らしを守るために変えていかなければいけないと思っているんです。円安という話もありましたけれども、まずはですね、何でもかんでもこれまで輸入輸送していたんですよ。エネルギーの自給率はわずか 11% しかありません。小麦の自給率は 14% です。そして大豆、お豆腐、それからお味噌、お醤油、この原料になりますけれども、わずか 7% しかないんですよ。これは食品メーカーなどが安い農産物を海外に輸入して原料にして加工品を作る、そして利益を増やすために投資したわけなんです。でも私たちはですね、有事の際、今回のロシアのウクライナ侵攻みたいに物流も混乱、物流コストも上がりますよ、あるいは今地球温暖化、大変深刻な問題ですけれども、日本に輸出している国、そこで農産物に被害が出る、干ばつ、大雨、自国の国民の食を守ろうだけの危機感で、日本になんか輸出できませんよと言われたらどうするんですか。あるいはそういうことが世界中で起きたら、わずかな農産物を世界中で奪い合いになる。日本はもう経済大国ではありませんから、買い負けるということもあるわけですよ。そうすると、あっという間に食料不足になるんですよ。今、食料自給率は全体で 37% です。過去最低ですと、過去 70% だったんですよ。それがどん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 下がっていって、今 37%。6割以上を海外からの輸入に依存しているというのが現状ですから、ですから本当に危機的な状況なんです。ちゃんと農業の生産基盤を強化して、食料を生産して、自給率を上げていかないとですね、海外から輸入している原料の価格が引き上がっているわけですから、食品の価格はどんどん上がっていくし、そしてそもそも手に入らないということも起きるわけですから、危機感を持ってこの問題にしっかり対応していかなければいけないと、そう思っております。まあ、そしてですね、コロナ禍で国民の暮らしも企業も本当に傷んでしまいました。で、貧困という言葉が大変深刻になりました。子どもの貧困、一人家庭の貧困、そしてご高齢の皆さん、わずかな年金で暮らしている方々、本当に厳しかった。まあ、子どもはですね、今子育て支援策、一人家庭にもありますけれども、しかし単身の高齢の特に女性、ほとんど支援がないんですね。で、女性の皆さんは非正規で働いてきた方が多いパート、わずかな賃金ですから預貯金もできない、ないんです。年金だけで暮らしている、そんな状況です。そこに今回の年金の引き下げ、そして
もう 30% も上がったんですよ。こんな状況ですから公共料金払えるんだろうか、どこまで上がってくるんだろうか。食べたいものも棚から取ってみて、食べたいものも期間が大きいなって戻されるんです。それは何時になって払えるかな。そしてこれから続いてあったら灯油代ですよ。灯油代もどんどん上がりますよ。もうまさにですね、私は命の問題だと思ってるんです。普通の暮らしはできないんですから。だからすぐに国はですね、緊急経済対策を国民に対して確保しなければいけなかった。何もしていない、そんな状況で始まっています。岸田総理がピンポイントで物価上昇を抑制するとおっしゃったんですけど、私はそのピンポイントはおそらくの本当に困っている方々にしっかり示しているのかなと思ったら、何ですか、節電をした家庭に1円分のポイントを付与する、それも電力会社の節電プランに申請した家庭に付与する、こんな対象の狭い緊急経済対策ってありますか。消費税はね、下げられるんですよ。誰がなるか。昨年税収は 10.2% も増えてるんです。なぜかというと、円安の影響で輸出産業、大企業は過去最大と言ってます。内部留保も484兆円も溜め込んでるんです。法人税、所得税収が増えてます。さらには、今物の値段が上がってます。上がったものに対して消費税 10% かかってますから、消費税収増えるじゃないですか。財源あるんですよ。もう91の国と地域では、付加価値税、消費税を国民の暮らしを守るために下げてるんです。イギリスなんかは 20% の消費税を 5% まで下げたんです。政治の決断なんです。出せばらくには下げられないでしょうか。そして、こともあろうに、自民党の茂木幹事長、何と言いましたか。消費税は、社会保障の財源だから、消費税を下げるんだったら、年金を3割カットするって言ったんですよ。こんなに国民の皆さんが苦しい、そして特にコロナ禍で、女性、心を病んで、生活に困窮して、自ら命を絶った方が、全員近く増えました。大変なことなんです。政府も分かってるはずなんです。なのにこんなことを言える政府に、私はとてもではありませんが、国民の暮らしを任せるわけにいかないと、本当に思ってるんです。そして今、政治に足りないのは、女性の視点と、そして暮らしの視点で、なぜか、古い政治家だらけ、男性だらけ、スーパーにも行ったこともない人だらけ、そういう方々が政策制度を決めているから、国民の感覚からどんどん増えていく。そして皆さんは、政治に審査を持つ。誰がやっても、どこがやっても、結局は同じだ。選挙に行ったって仕方がない。そう思われるから、投票率もどんどん下がっていく。投票率が下がれば喜ぶのは自民党、公明党、利害関係のある企業や団体の票を集めることができるので、結果的に自民党、公明党が勝ち、復調という国会が変えられない。そして、どんどん独占的な政治が進み、民主的な政治ではなくなってしまうという、こういうことになっているわけでありますから、皆さん、政治を諦めないでください。これからは、女性、若い世代、こういう議員がどんどん増えていけば、政治は絶対に変わるんです。女性が政治に参加すれば、そういう女性が増えていけば、政策の優先順位も変わる。そして予算の配分も変わります。平和の問題だって、体を張って、子供たち、孫たちに平和を伝えていくために頑張るんです。どうか皆さん、そのためにも、この北海道の選挙区、女性の実績を一つ、どうか守って、つながせていただきたいんです。私はこれまでも党のジェンダー平等推進本部長として女性の議員や若い世代の議員を増やす取り組みをしてまいりました。今回の参議院選挙ではやっと全国で 33% 女性の候補を擁することができました。女性の候補者数最大になりました。でも立候補するだけではダメなんです。当選しなければ女性の議員は増えないんです。どうか皆さん、選挙に行かないなんてことを言わずに、女性の議員を増やすことに皆さんの思い、しっかりと必要に乗せていただきたいんです。変わるか変わらないか、ぜひ投票に行ってみて、これから先どうなるか、しっかりと今度の総裁選挙の時までに、もっと女性が当選しやすい環境も作っていきたいと思いますので、どうか政治を変えていくためにも、私のプランのエリア、今回
お力をいただきますように心からお願いを申し上げまして、この場からのお伝えとお願いをさせていただきたいと思います。どうか最後までのご支援をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。